自分の世界が変わってしまう系の戦争だったと男子を全て兵隊にしようとしたわけですね日本には体育っていう授業があるんですよ宝天海戦っていうのがあるんですけども日本軍25万対ロシア軍29万まずロシアが勝つだろうとみんな思ってたんですけども日本が使ったのがまあ合計105万発ロシアが150万発なんですよ日本人はあまりに知らない ということで日本人のための第一次世界大戦史行ってみましょうかどっから話していこうかなめっちゃ面白いんですよこの本は 世界を変えた戦争というふうに第一次世界大戦は言われてるんですけど日本人はあまりに知らないという指摘から始まるんですねつまり日本人の認識はですね日露大戦があって坂の上の雲があってその後もう即第二次大戦だゼロ戦ヤマ和だというふうになっちゃうとそれでもまだ上等の方ですね最近はもうそこまでいかない人が多いんですけどもですねただイギリスとかフランスではですね第一次世界大戦のことを「ワールドウォーグレートウォー」と。 大戦争とかですね世界戦争って言うんでですね第一でついたのは第2次が始まった時にですね改めて名称変更されたんであってですねそういうなんか大きい戦争であったということなんですねヨーロッパ戦争じゃないんですよ日本も駆逐艦,艦艦隊を地中海に派遣したのでですねただこれをゼミで取り上げる理由っていうのはやっぱりこの第1次大戦が世界戦争であったからですねカタカナの世界戦争なんですよ。 なんですよね、あのどういうことかっていうとそのヨーロッパ世界全体で戦われたとかですね全地球規模で行われたからというのではなくてですねこの世界が全部変わっちゃった親戚も親も兄弟も自分の友達との関係もこれ以降ガラッと変わってしまう自分の世界が変わってしまう系の戦争だったとそれがこの特殊なところじゃないのかなと大事世界大戦。それがまあ人類史上2回あったと本当は第0回っていうふうなのがあったというふうに言われてるんですけどもみんなの戦争というのはどういう意味ですか かっていうとこれね19世紀までは戦争っていうのは限られた人たちだけが行うと特に、まあ、権力者とか貴族だけが行う特権だったんですよ特権で言うとなんか信じられないと思うんですけども過去80年日本で作られてるドラマとか漫画の大部分は心理教育が行われてるんですね戦争は誰も行きたくないとか僕たち下流国民が無理やり戦争に生かされるという価値観テーマで作ってるのが大部分なんですね。しかしかそれはですね過去80年間のメディアによる教育 とかある種宣伝に僕らが乗っかっちゃってるかそういうふうに思うだけでですね実はそんなことないって話からしたいと思うんです今ちょっとコメントでイスラエルとかです、ね、ウクライナの話が出たんですけどそれのニュースを見る時も僕らそっちの目線でついつい見ちゃうし今の世界の自由諸国の大部分のマスメディアっていうのが戦争っていうのは誰も行きたくない怒ってはいけないもの怒れば国民が無理やり生かされる辛いものっていう宣伝のもとにまあまあ僕もね戦後生まれですからその教育をたっぷり受けて んですけどもちょっとあの横にそれるんですけど過去の著作を紹介させてほしいんですけども「僕たちの洗脳社会」っていう本を1995年に僕は書き上げて発行しました28年前ですね発売と同時にですね内容の全文公開やってます公開してたサーバーが消えたため何度も場所を変えて再公開してるんですけどもですね今あるのは岡田司夫公式ブログでここに置いてますからですね自由に読んでくださいもう頭からお尻まで前書きから後書きまで全部ここで読みます PDF 版も同じ と,ところに置いてるので全然読めますその第1章ですね「科学主義者」の中で僕はこういうふうに書いてます「今から200年ほど前ヨーロッパの片隅で産業革命が起きましたそれを機に科学は急速に発達しました農業の発達によって人々が上から救われたように工業の発達は日々の暮らしを驚くほど豊かにしました暑さ寒さを防ぐ住居や衣服が量産され家電製品が整って便利になっただけではありません」「演劇ファッショングルメ車レジャーとそれまで貴族によって独占されて 特権娯楽が全て大衆のものとして解放されたのが中略。 それまでで貴族の館でしか聞けなかった室内還元楽。しかし、しし科学の力は音楽を大衆に開放しました。ちょっと余談になりますけども音楽って民衆にとってはバイオリン一つとかですね銀遊詩人が歌う歌っていうのが中世ヨーロッパでは近世でもそうなんですけどそれが庶民のものであってですね音楽っていうです、ね、形式がちゃんと聞けるのは貴族の家のリビングぐらいなんですねそれもですね全部室内還元楽が部屋の中で演奏してるんですよご飯食べるとです、ね、フォークとかない 台風の動きに合わせて、音楽が奏でられて、主人が話が途切れると、音楽もちょっと一休みするっていう風になって、それぐらいなんかやっぱ音楽っていうのは貴族の特権だったんですね。だから庶民っていうのは音楽ではなくて、言い伝えの歌とか、そういうふうなものがあるだけっていうのが、すごい長い間続いてたんですよ。 話戻します。カーグの力は音楽を大衆に開放しました。一部の貴族ではなく大衆が音楽を聴くために作られた巨大な音楽ホール。その中では音楽自体も科学化、産業化されました。指揮者、管弦楽パート、弦楽器パートと最新の工場のように演奏者の役割は割り振られ、完全に完成された公共譜面の通りに正確に音楽は演奏された。 これなんですよね。つまり僕らがなんとなく高級なものとして思っているクラシックあれって何かっていうと大衆向けの音楽なんですよ。譜面さえないような室内還元楽団のその場のアレンジによる音楽ではなくてです、ね、完全に何回でも同じような曲がこの通りのです、ね、設計図によって再生されるという設計図が決められていてそれごとに巨大なホールつまりいっぱい人数を入れてやるわけですから楽器の音をでかくするしかないわけですよ。 本来言えば楽器の数って少なければ少ないほどいいわけですね。なんでかとシンクロが取れるからですね。バイオリンがですねチェロの演奏を見ながら弾けるし、パーカッションとかの人もです、ね。他の楽器のパートを見ながらちゃんと演奏を行われる完璧なシンクロが行われるんですけど、それに比べて公共楽団っていうのは実は大衆向けに大人数でやるために仕方なく組織化して不面化しているという部分が多いんです。この辺あの音楽専門の方は反論いろいろあるかもわかりませんけれども、大きい流れで考えたらまあ僕の言ってること。 これ、たぶほぼ合ってると思います。すみません。線路は果てしなく伸びて、旅行ブームが訪れます。かつて貴族のみが楽しめた冒険は失われ、スケジュール通りに進行できる旅行が、それにとって変わりました。そうなんですよね。旅行って言ってるのが、かつて貴族がやっている冒険だったんですよ。 その冒険をスケジュール化して値段が絶対にこれ以上かかりません何日内で収まりますってパッケージ化したものが旅行なんですけどねこうやって貴族のお楽しみがどんどん市民に開放されるまた科学の力は地理的な障害身分の違いをも解消し始めました演劇は都市の住民つまり市民でなければ見られない娯楽でしたしかしそれを科学は映画に改良しましたこれによってどんな地方でも映写機さえあれば都市の住民と同じ娯楽が見られるのです工業関係者はこの地方 地方住民からの収益の多さに驚き慌てて誰にでも分かりやすいストーリーを制作者に要求しましたこれがハリウッドですね逆に地方の観客は映画に都市の最新流行のショーケースとなることを要求しましたここにおいて映画は流行の素材を使って普遍的なストーリーを語るという現在のハリウッドスタイルの原型を手に入れたのですそしてこれに続くラジオ新聞によって都市に住める身分の人々と地方にしか住めない人々との差を急激に縮み始めたのです科学はは人々に娯楽を与えただけではありません 科学は人々を市民にしました科学は人々の楽しみを普遍化平等化することによって身分制度封建制度を壊滅させた相対化したということですね科学には前世紀の貴族の特権と楽しみを市民に解放するという大義名分があったんですというふうにこの本の中で書いてますつまり文明の進歩っていうのはあえて定義するんだったら前の時代の権力者の特権を一般の人に解放することなんですよ ででは、現代文明ですね。今僕らがいるような文明はどんな一昔前の権力者の特権を一般市民に解放したのか。 例えば、貴族っていうのはどの時代の貴族でも世継ぎ問題に悩んでたんですよねっていうのは貴族の初代とか権力者の初代2代目ぐらいはハングリーなんですよ実力で成り上がってる場合が多いんですよねでもその子供たちっていうのは同じ頭脳を持つとは限らないんですねしかしですね世界中どの時代の貴族たちも特権階級もですねそうすると同時にですねなぜかなぜかということはないんですけどその子孫たち娘とか息子たちはどん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 頼りなくなる一方なんです 江戸時代の大店の商店の3代目が店を潰すとかよく言いますけども19世紀から20世紀の英国貴族の没落というのはこの自由に育った息子たち娘たちがですね家業を継ぐより貴族を継ぐより自由に生きることに熱心だったからというふうに言われてますこれが前ののの時代の貴族の特権なんですよこれを現代に市民に解放された一般に解放されたら何て言うのかというとニートっていうわけですね。ニートとと言言っったたりり少子化すするんですよ つまり僕らがニート問題少子化問題だっていうふうに言ってるのは何かっていうと前の時代の貴族の人たちが全員言ってた「うちの息子は何か頼んない」とかですね「うちの息子は好きなことをしたいと言ってる」とかですねそれとそっくりなんですよねこのようにですね前の時代の貴族の特権であり悩みであったりお贅沢な悩みですねっていうふうに思ってるものが一般市民のところに降りかかってくるとこれが文明の発達の定義だと思います。 昔はですね貧乏人の子っていうのは子供が多いのが当たり前であったんですけど貴族の子供たちはですね親が見合いさせてもいつまでも独身なんですよ今の天皇家と似たようなもんですねつまり現代日本人の少子化も2位ともですね文明化の証拠であってですね19世紀のですねお金持ち貴族階級の悩みと全く同じなわけですねその他にもですね例えば30年ぐらい前までは巨大な書庫っていうのがですね作家の象徴であってですね知的階級の象徴でもあったわけですね 書ががああるとか、斎他にですね棚にずらりと並んだ VHS のテープっていうのがあってこれがですね映画マニアの誇りでもあったんですけどしかし今ですねスマホ1台あればです、ね、過去の作家とかマニアといったですね権力者の特権を誰もが楽しめる無料で楽しめる無限に楽しめるですねそんな日本で一番蔵書を持っているような個人より誰もが持っているようなスマホの方が読める本が多いに決まってるんですよね。過去のどんなです、ね、映像マニアが でで持ってたりです、ね、ビデオで持ってたりしたような映像作品よりも今はですねサブスクで見れるような無料の映画の方が多いに決まってるんですよこのように文明の進歩っていうのはあえて定義するんだったら前の時代の権力者の特権をみんなに解放することなんですねさてここで話を戻します世界戦争というのはみんなの戦争だという,うに言いましたみんなの戦争というのは権力者の特権であった戦争をみんなに分け与えたその結果僕らは戦争に参加するようになってしまったわけですねみんな 何かっていうと男も女もであって大人も子供もであってですね老人もみんなが戦うわけなんですねそれが世界戦争であってですねそれを始めたのが第一次世界大戦だった戦争で戦うのが権力者の特権だったというふうに言ったらですねえー、何言ってんのって思う人多いと思うんですよねこれはもう本当に教育の問題で僕もですね多分その高校とか大学ぐらいの時に言われたら、うん、何言ってんだこのおさん聞く狂てんじゃないかと絶対思,思うと思うんですよ特に高校ぐらいの僕はゴリゴリ左翼でしたからですね罪もなき 庶民がが戦争に生かされてるっていうのが世界中どこでも当たり前じゃないか、どの時代も当たり前じゃないかと、権力者が勝手に戦争をやりたがって、ファイブスターストーリーズにも書いてるよとか、銀河英雄伝説にも書いてるよっていうのが、高校大学時代の僕だったんですけども、ただですね、僕らはですね、戦争に生かされると思うんですけども、実はね、第一大戦まで、この価値観、ほぼ世界中で逆だったんですよね。北野武史の首っていう映画見ましたか ?16 世紀の日本ですね、つまり戦国時代のですね、 が秀吉家康あたりの話なんですけどもですねその中でですね「中村を演じるモスケってていうキャラクターが出てきますモスケはですね貧乏な百姓のですね跡継ぎ息子みたいなもんなんですけどもそのモスケがですね「俺もなんか戦争行きて戦争行きて戦争行きて,て」って言ってるんですよ家族がバカ言うなっていうふうにですね「俺たちみたいなもんが戦争行けるけ!」というふうに言うんですけども秀吉様だって百姓出身だと百姓出身で手柄当ててどんどん病死に出世して今は侍大将になられたんだと聞いて飛び出していくんです 飛び出していって「俺は入っていいですか入っていいですか」って言ったらですねその時のです、ね、秀吉軍がちょうど戦争に勝って調子良かったかなんかでですね偶然入れてくれたんですねこういうふうにです、ね、入れてくれるようなもんだったんです普通百姓は入れないだから百姓は野伏とかやってですね負けた方の武士をですね狩るようなことをやってたんですけどもいけないんですよ戦争 スタンンリリリリー・ーー・キューブリックにですすねバリーリンドンって映画がありますこれはあの18世紀のヨーロッパので話なんですけどもアイルランドの農家の息子のですねバリーはですね戦争に連れて行ってもらえないんです、ね、村にイギリス軍のですね戦争に行きませんかというキャンペーンが来るんですけど行かせてもらえないんですよところがその後村から逃げることになったバリーはですね身分を偽ってイギリス軍にですね潜り込むことに参加します何で農家の息子はですね戦争に参加できないのかっていうと戦争で戦うのは戦士だからなんですよね戦士は 勇敢で強くなななければならない当時の貴族と庶民の体格差って明らかなんですよもう本当に栄養が違うから庶民はガリガリで痩せていて小柄で病気がちで歯も満足に揃ってないですすぐ歯が抜けちゃうからそれぐらいで貴族は栄養がよくて体格が立派でですね子どもの頃から武芸っていうのを学んでいてですねちゃんといいものを食ってるから病気にもあんまりなってないんですねつまり体が元々遺伝的にですね優れてるっていうのとあと子どもの頃からの栄養がちゃんとあるっていうこと とあと、教育ですね格闘とかですね剣術っていうのは、子どもの頃からですね訓練を受けてるんですよそれは戦士だから戦争にに行っても役に立つんですね。なので農民の息子のヘロヘロの別に特に訓練を受けてもないし栄養状態も良くないやつを戦争に連れて行っても邪魔になるだけなんです。 ですよね、このようにですね19世紀までの戦争というのは基本的には戦士が戦うもんなんですよ貴族階級とかですねお金持ちの人しか兵隊に行けないという時代からですね明治維新を経て日本は富国強兵という政策をとりましたつまり男子を全て兵隊にしようとしたわけですね戦士から兵士へのチェンジなんですよつまり戦士から兵士って何が違うかというと戦士の時代は武器なんですよ 熟練を必要としてる武器持ってるんですけども兵士になったら誰でも使える兵器になるんですね考えたら分かりますよね刀と銃で考えたら分かりやすいですよね銃もそれなりの使いこなし必要なんですけども剣のように子供の頃から何年も何年も学んでやっと人が切れるというようなものではなくて、銃なんていうのは引き金さえ引ければ誰でも人を殺せるわけですから圧倒的に扱いが簡単なんですよそれまで必要だったですね家柄と武芸家柄がちゃんとしてない と忠誠心が育ってない。農民なんていうのは、すぐに裏切る。そうでなくて、ちゃんとした貴族の家に生まれた家柄のやつらは忠誠心があるよ。おまけに、子供の頃から武芸に励んでるよっていうのがですね、兵士になったら健康度があればいいと。あと、訓練されてればいいということなんですね。忠誠心はどのようになるのかと、国民教育というのがあるわけですよ。 つまり国民みみんなにに、ね、読み書きできでるようにして、お話を聞かせればです、ね、誰でも忠誠心というのを量産することができるとそれまで忠誠心というのは貴族の家に生まれて親兄弟から我が家はこうだったと延々語られてそして家の誇りというものを植え付けてもらわなければ忠誠心というのが出ないというふうに思われたのがです、ね、そうではなくて印刷技術で本が大量に生産されてまたはラジオとかで,です、ね、毎日毎日放送されてですね国民という意識を植え付けることが可です。 忠誠心が大量生産できるようになったというのがですね19世紀の半ばからの大革命だと思うんですけどもですね健甲 これは欧米に行くとですね体育の時間というのがなくてですね小学校でも中学校でもです、ね、サッカーとかバスケットボールとかそういうのが選択科目であるんであって体育っていう授業はないっていうのはこれはまあ最近有名になってきたから知ってる人多いと思うんですけどもところが日本には体育っていう授業があるんですよ小学校から。これ何かというと明治時代の復国強兵作でですね日本人の男子全てを健康にするためのプログラムなわけですね兵隊用のプログラムとして体育っていうのがあるわけですよ。その次の 訓練というのは何かというと、小学校でですね、黙って時間になったら座ってろというやつですよ。これも不穏い教兵作の一つとして組み込まれたやつで、みんな日が出たら働いて、日が沈むまで働くのが当たり前だったあの何とかして時間になったら同じ場所に来て同じ場所に座れっていうのは、それはもう軍隊に人を入れるため、つまり人間を兵士にするための必要不可欠なプログラムなんですね。子供の頃行進して足並み揃えて一に一にというふうにやらされたのも明治時代に山形有朋だったかながですね。 日本人をいかに兵隊化するのかっていうのを一生懸命考えて作ったプログラムが体育であり小学校教育であり運動会なんですけどもそうやって戦士から兵士へという大きい流れができましたその他にもですね武器から兵器への変化とは何かっていうと例えばそのどの時代もですね最初はですね槍とか剣で突撃なんですよどの文明も最初はこれですそれがですねナポレオン戦争の頃から逮捕で戦うようになったとそのところが量産が大変でまあ移動も難しい重いんですね その後ですね、機関銃、小銃になったんですよ。つまり量産された銃からですね、弾をばらまいて操作は簡単だというふうなものになります。この流れがやっと完成されたのがですね、第一次大戦なわけですね。それまでは兵隊の数が多い方が勝ちっていうふうに言われたのが大砲の数で決まると。 戦場にですねどれぐらい大砲を用意できてどれぐらいいっぱい発射できるのかで戦の勝敗が決まるようになったんですよ。大砲の数が多ければ勝てるし敵の大砲の数が味方より多ければ逃げるんですよ。 でこの大砲の数が多い方がです、ね、戦争に勝てるという原則は日露戦争まで,です、ね、適用されたんですけども日露戦争でもです、ね、最大の陸戦の場所だった「奉天海戦」というのがあるんですけども日本軍25万対ロシア軍29万ぐらいの人数で戦いました当時歴史上最大の戦闘と言われてですね世界中の軍人がこれどうなることかとまずロシアが勝つだろうとみんな思ってたんですけども結果はご存知の通りですね日本が勝ったわけですよっていうのは海戦前の予想ではで 対砲1問、ね、につき月に50発ぐらい発射するだろうというふうに思われてたんですねそれぐらい見込んでたんですよ、ね、ロシアも同じぐらいの予想だったんですよしかし戦争が始まったらですね月に50発どころかですね最初の2日で対砲1問あたり173発も撃っちゃったんですねつまり予想の52倍ですよこんなに対砲の弾って消費するんだとで結局法典回線ではですねたった10日間で日本軍は34万発の砲弾を発射したんですけども対砲の性能が上がってですね 鉄でできたんですけど途中から鋳造が難しいということで青銅になって青銅だったらもうちょっといろいろ工夫できるとか加工できるだったんですけれども強度が弱かったんですねでそれがですね大砲が技術が当って鉄になって同時にですね一発撃つことに後ろにガラガラガラと下がってきてそれをみんなでワーッと押し出してっていうのあるじゃないですかあれやんなくてよくなったんですねつまり発射のたびにですね方針自体がゴーンと後退して空気圧とバネで元の位置へ戻るという仕組みをまあまあ頭のいい人が考えてですね一発ごとに台風動かさない ななくっって良たということは同じ場所が連続して狙えるようになったわけですねで弾丸もですねさっきお話したように中を拭いて火薬詰めて弾詰めてっていうんではなくてですねカートリッジ式のですねその砲弾というのかな火薬と火薬が入った鉄の金属製の管と先に弾丸がついたよくあの僕らが拳銃とかでよく見るようなですね弾ですねああいうものがですね逮捕用にも開発されてですねそれを後ろ開けて入れるようになったと。空を向向いてる向てる大砲下け でまた上げななきゃいけないけのをですねこの後ろから入れる方式だったら上向け弾もできるわけですから本当に速くなるんですよだから1分間2発ぐらいしか発射できなかったのが15発ぐらい発射できるようになったと言われてるんですけどもとにかくこの大砲にですね熟練が必要なくなったんですよねみんなが使えるようになったみんなの兵器になったこれでかいですしかしですねこうやってみんなの兵器になったのは日本軍34万発発射したと言ったんですけども砲弾の重量って1つ6キロ以上あるんですよ日露戦争ではではすね 合計ですね105万発発射されたんですけども6000トン以上の弾丸を要するに宝天の戦場までですね運ばなきゃいけなくなったわけですねこの日露戦争で世界中が注目した戦争でですね戦争の意味っていうのが変わっちゃったんですよ戦争っていうのは要するに勇敢な兵隊をいっぱい揃えて勇敢な兵隊が突撃って言って勝つことじゃないんですよねつまり砲弾の生産力が問題であって生産地から戦場までちゃんと輸送できるかどうかと輸送の問題 になっっちゃったんですね16世紀から19世紀までの300年間っていうのは戦争の勝ち方に大した変化なかったんですよ。ナポレオンの戦争の戦争は多様の数で決まるんだよからですねたった100年で戦争はですね戦場で勇敢な戦士たちが戦うものではなくて生産力を持った国が容量よく砲弾を効率よく戦場に運ぶまでの輸送手段を持っていると。 それを持っていれば勝てるになっっちゃったんでですすねね大砲がです、ね、いろんな進化によってですねみんなが使えるみんなの兵器になったようにですね戦争とは国民みんなが砲弾を作るような仕組みを作ってみんなが戦場まで運ぶみんなの戦争になったわけです予想よりですねさっきも話した50倍のですね砲弾を使った日露戦争で日本が使ったのがまあ合計105万発ロシアが150万発なんです本当にこれだけの生産力をどっちも持ってきたんですけどもロシアの方がはるかに大国だと思われて 日本の方のです、ね、生産力と運搬力が思ったよりずっと高かったんですねなのでロシア相手に勝てたというところがあるらしいですしかしですね僕らはですね105万発とかです、ね、ロシア150万発でいうとすげえなって思うんですけど第一次大戦ではですねフランス国内で発射された弾だけでですね14億発なんですよ14億発のですね砲弾が発射されましたこれまでこれだけのです、ね、砲弾をですね戦場まで運ぶ交通手段がないとですね勝てなかったわけですね まさに国民全員が戦争のために働いてみんなで運ばないとできない戦争だったわけです。で体が大きくてですね勇敢で武士や貴族に生まれなければ侍とか戦士になれなかったのがそういう時代が終わってですね訓練を受けた子どもたちなら誰でも兵士になれるみんなの戦争が始まりました。